はい、皆さんこんにちは。 PY こと匠義久です。はい、ではまず高い音がなぜ出るのかとか、音がなぜ出るのかっていう、まあ、原点的なところから話していこうと思います。皆さん中学校の時に理科で高い音が出るとか低い音が出るっていう実験をまあ、してきたと思うんですよ。弦を使っておさらいすると、弦が太ければ太いほど低い音が出ますよね。逆に細ければ細いほど高い音が出るっていう、まあ、仕組みに物理上なってるんですよね。あとは張る強さですね。その糸をしっかり張れば高い音が出るし、緩めてあげれば低い音がビヨーンって出ますよね。そういうことになってます。じゃあ僕たちが楽器を吹いてるとき弦じゃないですよね。じゃあその弦っていうのはどこに当たるのかというと、発音帯ですよね。弦っていう発音帯に対して金管奏者は唇が発音帯になってるわけなんですよ。ということはこの唇の度合いを変えることによって高い音を出したり低い音を出したりコントロールしてるわけになりますよね。じゃあまず音がなぜ出るかというところから始めましょう。まあ、めんどくさい人は飛ばしても大丈夫です。まあ、中学生とかに、まあ、教えるとき、初心者の人に教えるとき、僕はよくこういう話をするんですけど、なんで音が出てるんですかと、まあ、大半、まあ、何を聞いてんだこいつって感じで大体答えは返ってこないんですけど、まずは唇が振動するから音が鳴ってるということですよね。次にじゃあ唇を振動させるには何が必要かって考えるんですよ。そうすると息を流すことっていうことが、まあ、答えになってきます。じゃあ息を流すためにはどうすればいいのかっていうと、まあ吸う、まあ吐くか、吐くで吐くためには吸うみたいな感じでこう、まあ、原点に返っていくんですけど、そこはまあ常識として置いておいて、今言ったのが、まあ、唇を振動させるにはどうしたらいいかっていうことなので、次はじゃあどうしたら、どう振動すれば高い音が出るかっていうところに、まあ、目線を向けていきましょう。そうすると高い音を出すためにまず、どうしようか、金管楽器に例えましょう。トランペットとチューバってどっちが高い音出ますか？まあ当たり前ですけどトランペットですよね。じゃあトランペットとチューバって何が違うかっていうことになりますよね。何が違うかというと楽器の大きさがまず違います。まあこれは、なんていうのかな、後付けなんですよね。なんで置いといて、もっと大元なのは口に近いところで言うとマウスピースのサイズが違います。これが一番重要で、やっぱマウスピースのサイズに合わせて楽器ができているので、マウスピースが基準なんですよ。だからマウスピースが小さければ小さいほど高い音が出るし、でかければでかいほど低い音が出るわけなんですよ。なのでそれを、まあ、例として説明すると、振動する部分が変わりますね。マウスピースのサイズを変えることによって何が変わるかというと、振動する部分です。この振動する部分が小さければ小さいほど高くなり、大きくなれば大きくなるほど低い音が出るという、まあこうジュングルジュングル巡るとそういう風に取られますよね。ということは同じマウスピースのサイズの中で、そのアパチュア振動するところを小さくしたり大きくしたりすることによって、高い音低い音っていう調節ができるようになってるんです。まあ、これはまあ奏者の皆さんであればもう無意識にこうやっていることというか、当たり前だろって感じのことだと思うんですけど、これをなんていうのかな、突き詰めた時に忘れて、なんかもう勢いで吹こうとする人とかいっぱいいるんですよ。それをすると、まあ、出ないんですよね。どう考えても音が硬くなったり。じゃあ、まあ、もうほぼ答えになったんですけど、今のでもうちょっと説明していこうと思います。はい、じゃあ皆さんマウスピースを、まあ、ある方は持っていただいて、どうすれば高い音が出る、アンブションにすることができるか、アパチュアを作れるかですね。これに関しては、まあ一番簡単に言うと F を基準に、まあ、上と下にベイがあると思うんですけど、それを変えると、さっき言ったこの、まあ、位置を守っていただいて、あとは息の流れをすごく意識していただいて、まあ、いつもと違うように吹かなくていいんですよ。いつも通り吹いていただいて、どうなってるかって確認してほしいですね。まあこんな感じで、だいたい下に下がるときは口を寄せつつ、こうちょっと開いていくんですね。ここの筋肉は寄せつつも、うーってしつつ、ちょっと口を前に出すかのような感じで僕はまあ吹いていくんですけど、まあ大雑把に言うとこんな感じですね。で、上に行くときはどうするかというと、角度を一番、まあ、重視するんですけど、息を F のときは割とまっすぐ伸ばしてたっていうのを基準にすると、上にウィーン、下にウィーンってこう傾けていくことによって出やすくなる
ようになってるはずなんですよね。なのでこれを意識しつつ吹いていただければと思います。でもまあ大事なことというか注意点は顔を動かすことではないです。なんていうのかな、息の流れ、まあ、ここの筋肉だけで変えられると思うので、こんなとかって絶対しちゃダメなので、 顔のこのなんていうかな、マウスピース当てた時の角度は変わらず、口の筋肉でこうフフフフフってなるような感じが理想です。そうですね、こんな感じです。これだけです、本当にこれだけ、基本これだけ。あとはまあなんか人によって口の形とか唇の皮の厚さとか違うので、そこがまあ自分の研究する根気の重要なところになっていますね。根気よさ、 あともう一個忘れてました。弦の時と一緒のように唇にも張り具合っていうのがあります。まあ、その張り具合を調節するためにこの周りの筋肉を使うんですけど、なので張り具合を調節してるんだと、そういう考えを持っていただけると多分上達早いと思いますね。張り具合です、張り具合。僕の場合はこの口を寄せるのとこの周りで支えるのに加えて顎ですね、これめちゃくちゃ大事で、ここをしっかりと張ります。イメージとしてはなんていうのかな、このままこう顎を下げろって言うと、まあ、実践したんですよこの前知り合いに。そしたらなんかすごい顎ごとゴッて下げようとしたり、なんかこうハタハタの隙間が空いてないっていうか、空きすぎになっちゃったりして変なことになったので、ちょっと試行錯誤してマウスピースをつけた状態でいつも吹いてる時こういう感じですね。僕の場合はマウスピースと歯で唇を挟んでる感じですね、こういう感じで。上も下ですね、上はまあそれに合わせるんですけど、なのでこっちが口下が基準です。下合わせてピッてかぶせれば終わりですね、基本的に上は。なのでその状態、この挟んでる状態で顎を下げます。あ、下げますかね、こう動けばいいんですけど、顎割と主なかな人は多分できるんですよ、僕みたいな。でも小顔の人とか丸顔系の人とかはちょっと難しいと思うんですけど、その子は割と丸顔だったんですよね、小顔な感じで。僕はもう面長で結構顔もでかいタイプなんで、ガッガッガッってなんか動かしやすいのか知らないんですけど、動くんですけど。はい、って感じですね。で、音が鳴らなかったらダメなので、変に開いてるとか歯が開きすぎとかって人は大体音が鳴らなくなるので、それは NG です。それでちょっと工夫してみてください、うまいこと。研究なので、僕がその場にいて教えてあげてたら割とできるんですけど、ちょっとまあ不特定多数に向けてやってるので、細かいことは省きます。はい。おさらいをではしてみようと思います。まず、吹くときは常に息の流れを考えて、息の流れによってちゃんと唇が振動してるかということを気をつけます。フリーバズが一番いいですね。これができるといいんですけど、これ唇がうまいこと噛み合ってないというか、開きすぎてたらできないし、こう閉じすぎてると音が出ないんですよね。いいところを探すのにフリーバズめちゃくちゃ適切ですね。特にこう横にビロビロビロってなると意味がないので、この点のように唇の真ん中あたり、まあ人によってずれてると思うので、そのずれてるところでちゃんと真ん中が振動してるかどうか、マウスピース当てた時に真ん中に当たる部分がちゃんと振動してるかどうか、そうですね、これを練習すると割と音がまとまるというか、ピンポイントで振動するところをつかめれるので、寄せるっていう感覚が結構わかるようになります。はい。で、そしたら次に何が大事かというと、はい、息の流す角度、これを音によって違うと思うので基準を見つけましょう。まあ大体 F がいいと思うんですよね。これ基準にして高い音を行くときにどういう風な角度になるか、低い音になるときにどういう角度になってるかっていうのを考えながらやりましょう。はい、次に使う筋肉です。息の流れと振動する部分が、大体こう掴んできたら、次は意識するところを筋肉にしてみましょう。まずはまあ音が鳴らないと意味がないので先に確認したんですけど、音が鳴らなくなったら間違ってる可能性が高いので、音が鳴るっていう状態を保ちながらいろいろ試行錯誤をしましょう。まず基本的に
力は入れます。入れるんですけど、振動するところに力を入れるとアウトです。音が鳴らなくなる、もしくは鳴らなくなる、もしくは音が潰れちゃうので、綺麗な音を出したければリラックスリラックス。ここはただし周りの支えが非常に必要なので、ここの力は入れます。ここですね、まあ、音の高さにもよると思うんですけど、高い音の時はしっかり力入れましょう。うん、そうだな、まあ後でちょっと説明します。はい、これだけ確認してください。一応はい、そこまで確認できたら顎も一緒に確認しましょうね。顎は腫れてるかしっかりと、まあ、なんていうかな、伸ばすじゃないんですよ、まあ下げるんですけど、イメージこれができてないと音がこう緩くなったり、高い音が出にくかったりするので、まあこういう感じですね。多分初めてやるとちょっとだるくなるんですよね、顎が。って言ってましたまあ僕は中学校の時、顧問に顎腫れめちゃくちゃ言われてきたんで、まあそんなおかげでまあこんな顔になったんですけど、もうそれだけはなんか常にやってましたね。まあでも唯一力を抜けって言われてて、力抜いたら音出ねえじゃんみたいな感じで反抗してたところもあったんですけど、まあそれはまあ割と高2か3くらいになった時に、今みたいな説明の流れでこう解決しましたね。確かに力入れないのはここだけど、こっちは力の入れないとまあ吹けねえよ、まあそういう感じです。はい、それだけ実践していただいて、じゃあちょっとバズィングしようと思います。こうですね。これをスムーズにできるようにしておきましょう。まあリップスラーにすごく適用できるので、これはやるべきです、絶対に。これでまずはマウスピースで音域を、可動域を広くしていきましょう。割と楽器でつけた方が簡単なんですよ。なんでかというと圧がかかるから、こっちだと圧がかかりにくいので、難易度上がるんですけど、これでできれば絶対楽器でできるので、ちょっとずつでも音域を広げていきましょう。実際はちゃんと基礎とかするときはキーボード弾いて、そこに合わせて弾いていった、吹いていった方がいいんですけど、ちょっと今すみませんないのでそのまま行ってます。はい、っていう感じで音域を広げていきます。大事なことは高い音に行くときに息の流れがって感じですね。息の流れがちょっと動くか、ちゃんと。あとはその息の流れを変えるためにどこを使わなければならないかというと、顎とかこの周り の近いところの筋肉ですね。支えは基本的にあんま変わるときあるんですけど、あんま変えないので、この顎を見ていただくと、本当は動かない方がいいんですけど、ちょっと僕下手くそなのでちょっと動いちゃうんですけど、張った状態でってやってるときは大体張りがちょっと強くなってます。どん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 、まあなんていうのかな、基本張ったままなんですけど、ここをしっかりと支えることによってすごい音が安定してくるので、ここはしっかり張ってます、基本的に常に。あとはここですね、ここの筋肉をちょっと調節することによって角度を変えてます。まあこんな感じですね。はい、が終わったら、まあ、楽器をつけてみましょう。楽器につけてみましょうどっちでもいいか。はい、これから、まあ、何をするのかというと、特になんていうか結論言うと、毎日高い音を吹きましょう。ただそれだけです。割と筋肉なので、なんていうのかな、効率いいところを探すのももちろんなんですよ。そのうまく振動するところが見つかれば、息なんか本当に細くてもピアニッシモでも高い音を出せますし、なんで関係ないんですけど、実際吹いてると疲れるもんなんですよね、口の周りって。なので練習してる間で口が疲れるってことが大事です。なぜかというと、筋トレと一緒で基本的に疲れるくらいまで吹かないと筋肉増えないんですよね。やっぱりよく質問が来るんですけど、高い音を出るにはどうすればいいですかとか、まあぶっちゃけの話を言うと、高い音を吹こうとしろっていうところなんですよね。まずは
まあ、あとはそれに付け加えるとすると、しっかり研究しなさいと。自分の唇がどういう状態にあるとどういう音が出るのかとか、僕みたいなさっきの考え方で言うと、高い音が出るためにはどうすればいいか、そのどうすればいいかっていうことをするためには他にはどうすればいいのかっていうふうにこう掘り下げていって、一番大元にあったところから改善して戻っていくんですよね。これをしないと基本的には改善というか何事においてもうまくいかないですよね。なのでそれをまあ実践していただけたらなと思います。はい、まあ、マウスピースで出ればもう楽器全然出るんでね。まずじゃあリップスラーが一番ハイトーンに近づくためにはいいっていうふうにまあ言われてたりするんですけど、例えば僕がやってるのは F から F までのリップスラーなんですけど、 F っていうのはチューニングのベイの上の F から F のことですね。本当にハイトーンが出したい人っていうのはここら辺から、まずここら辺からって言ったら変だな、割と老けてハイトーンが出したいって人はここからやればいいと思います。で、本当にベイより上の音がきついですっていう初心者の方は、まずはスケールから練習しましょう。これ飛び級になると難しくなるので近い音からやっていきます。っていう感じだと思うんですよ、基本的に。これが大事で、いや、いいんですよ、それで。もう最初誰でもそうなんで、こういうとこからこう徐々に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 毎日やることが大事ですよ。毎日というか、まあ、吹けるときが限られると思うので、吹けるときは必ずやりましょう。疲れるくらいまでですね。まあ本番近いとかやったらダメですよ。本番近いときにやって口疲れて本番で吹けなかったとか最悪なんで、練習のときですね。本番から、まあ、何日も前のときで、もう今も練習時期ですっていうときとかは特にです。特にこういう感じで日々練習すると徐々に上がっていきます。絶対にいきなり綺麗な音でハイトーンが出るってことはそうそうないですね。いや、あるんですけど、よほど最初の吹き方が悪くて、吹き方はちゃんと教えてあげて改善した状態で吹いてもらうと割とポンって出たりするんですけど、まあでもそこですよね。結局は基本的に F、 今やったら F ですね。 F、ゲー、アーくらいまでは大して練習しなくてもコツさえつかめば一発でプッて出ます、普通に。なんで大事なのはさっき言った角度と息の流れですね。この口の息の流れをどう流すために口を変えてるかっていうことですね。顎張ってここで支えて口の周りの筋肉、唇の近くの筋肉をコントロールしてツボを見つけるっていうことですね。それするだけでだいぶ違いますね。はい、じゃあちょっと順番おかしくなりましたけど、超上級者編ですね。まあハイ F が超上級者編ですけど、基本的にさっきのこの練習ですねってなると思うんですよ、普通。それでいいんですよ。なのでできる音まででいいんですよ。 D までしか出ないとか D までしか出ないとかだったらそこまででいいですし、違うな、そこまでじゃダメだ、その出ない音の1個上まで挑戦しようっていう精神が大事なので、そこまで挑戦してください。で、それも余裕でできます。ハイ F もう割と出るようになりましたって言われたら、もうなんか何も言うことないですね。もう完璧です、基本的に。じゃあハイトーンでどういう風に綺麗な音が出るかっていうところに着目点を変えようと思います。ハイトーン、自分の出したい音が割と出るっていう、まあ、ことを前提として話すんですけど、音色を良くしたい。まあ普通細くなりますよね、基本的に。硬くなったり、それはまあ大体さっき言ったこの振動してる部分に力が入ってないかっていうことだけで大体良くなるんですけど、超ハイトーンとかってなると、まあ割とこれだけでうまくいかない時があって、一番大事なのは唇がちゃんとどこが振動してるかって、振動してるところに意識を持っていくことなんですよね。まあ、これ普段からなんですけど、アタックもそうですし、息流すタイミングとかもそうですし、全部ここが大事なので。だってもうここから息が出たらあとはもう何も変えれないんで、ここなんですよ全部は。
あのもうなんでここなんですよ本当に。ここで考えないといけないと全部。そしたら何をすればいいかというと、ここですね、さっき言った唇の振動するところのリラックスリラックスをするということが大事です。はい、であとはもう究極話を言うと、ちょっとアンブッシュは変わってしまっても、もうあの仕方ないので、慣れるまではちょっとわざと変えてみる。今当ててる場所がここだとすると、それよりちょっと下のところにやってみると割とプッて出たりするんですよ。それで、あ、こういう感覚なんだっていう、あの感覚掴んだ状態で戻して吹くっていう練習をすると、こう割とすぐにサーブ上達すると思いますね。まあ、例えば僕だと今芸が割と、まあ、出るというか、なんていうのかな、割と得意な音域というか、そこまでがいけるんですけど、基本的に芸くらいまで、もうあーとかになるとギリギリで、もうベーとかっていうのはもう本当に裏声みたいな感じで直接出ないんですよね。なんかこうなんかみたいな、こんなになりますね。なんでそこを使ってちょっとこのタイミングで僕も改善してみようと思います。あーまでいってみますね、とりあえずまあ明らかに音硬いですよね。これ今僕のノーマルなんですけど、ちょっと改善しようと思います。どうしようか、上がっていくと難しいんで、あのスケールにしますね。リップスライドだと難しいので、ちょっとなるべくスケールチックにいきます。あのちなみにもうほぼ0番で音がほぼ出るので、あとは自分の感覚で音階作っていく感じでやらせてもらいます。大事なのは下に当てることと息の流れを確認するために、この周り力、口の周りの力の加減ですね、こことここの力でどれだけコントロールできるか、あとはこの針。でも朝は割と綺麗に出てますね。これ綺麗に出てると思ってるんですけど、実際今吹いた感覚だとあーって結構出にくいんですよ、2番で。何がいいかな、ちょっとまあ開放でいきますね。ゲーは1番で出るって、まあちょっと S からゲーに上がることが多いので1番でやってるんですけど、出てんじゃないんですか。ちょっと低いかもしれないんですけど、すみません、僕耳悪いんで、あのあんまり音程のことはちょっと分かんないんですけど、まあしっかりあのチューナー見てってくださいね。チューナー見ながらやりましょう、音が出てるか。でまあ1番の壁ベーですね。もうベーとかどう吹けって言うんですよね、本当に。もうあんなあのなんていうのかな、もう某有名奏者とかもね、えぐいですよね。ちょっとどうやればいいのかな。もう極限に本当にこれですね。もうこれにつきます、これに。僕のメソッド的に言うと、もうここですね、もうボーンとこう斜め、ま、あの前とかじゃないですよ、もう真下ですね、真下にぶつける。やっぱりあれですね、あとは唇の振動してる部分がダブルバズとかになってないかですね。もうここまで来るとダブルバズになってると音が濁っちゃうので、どんだけ効率よく響くところっていうのを作り出せるか。振動してる部分以外の唇の周り、唇含むですね、ところはもう力入れてますし、振動するとこ以外はでもう本当にほぼ閉じてますね。基本ほぼ閉じて、隙間1ミリもいかないかなくらい、もう隙間めっちゃちっちゃいくらいな感じでやってます。なんでまあそういう違いを考えながらやったら、皆さん絶対高く出ると思うので、ぜひ試してみてください。まあ、ちょっと今自粛中でなかなか楽器吹けないっていう人もいると思うんですけど、あのまあなんていうのかな、もう吹ける人が羨ましいなとか、なんかこんな動画ばっか上げやがってとかって思われてる方もいると思うんです。絶対にもうなんか申し訳ないと思いつつ、まあ止まってもらえないので、あの吹ける環境とかを作り出したり、外で吹いてみたり、あのまあ家で吹ける人はもう幸せだと思って、そのありがたみをかみしめながらあの吹いてもらえたらなと思うので、しっかりチャレンジしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。